皆さん、スクリプト API 書くの面倒ですよね。どんな関数があるかもよくわかんないし、型とか引数とか気をつけなきゃいけないことも多いし。ということで、スクリプト API のジェネレーターを作ってみました。ガチです。まあ、全部の関数とか構文に対応しているというわけではありませんが、基本的によく使うやつはカバーしているはずです。とりあえず、百聞は、一見にしかずですし、まずは使ってみましょう。あ、そうそう、そもそもスクリプト API って何？ってお思いの方は、まずこちらから視聴することをお勧めします。まずは、このページにアクセスしましょう。そしたら少しスクロールします。何やらジェネレーターらしくない画面が見えてくるでしょ？でも、これが、ジェネレーターの全容なんです。まずは、下にある名前ブロックを追加を押してみましょう。そしたら、名前ブロックを決定するモーダルが表示されます。なんのこっちゃって思われるかもしれませんが、とりあえず、ここは OK を押しましょう。新しい処理という名前で処理ブロックが追加されましたね。このブロックを編集することになります。このブロックをホバーすると、鉛筆のマークが表示されるはずです。これが編集ボタン。早速クリックしましょう。そしたら、何やら画面が表示されるはずです。ここからジェネレーターが本領発揮するところ。左に、いろんな項目が並んでいると思いますが、それぞれをクリックすると、いろんなブロックが表示されます。まるでスクラッチみたいですよね。スクラッチのスクリプト API 版とでも言いましょうか。でも、これ、普通に HTML 上で動いていることからもわかる通り、スクラッチのシステムを使ってるわけじゃないんです。システムとか作り方の話は長くなるのでまた今度。とりあえず、まずは、簡単なスクリプト API のコードを作ってみましょう。一番上にあるイベントをクリックします。これは、何をトリガーするかを決定する部分で、これが、ジェネレーターの核となる部分です。アイテムを使った時とか、ブロックを破壊した時とか、いろいろトリガーできることがわかると思います。これを中心に、ブロックを構築します。まずは、王道の、アイテム ID を使用した時のイベントブロックでも選んでみましょうか。これを、ワークスペース上にドラッグ&ドロップしましょう。すると、右側のプレビュー画面に、即座にそれが反映されるはずです。デフォルトだと、コンパスの使用をトリガーするようになっていますが、これだと少々使いづらいと思うので、イヤモンドに変えてしまいましょう。続いて、このイベントを受けて何を実行するかを決定しましょう。右側のアクションをクリックします。見てわかる通り、ここにはコマンドの実行だとかメッセージの表示、アイテムの変更のような何かを実行するブロックが並んでいます。ここでは簡単にメッセージの表示を試してみましょう。ブロックをドラッグ&ドロップしてイベントの中に組み込みます。最後に引数の方も設定しましょう。ここで言うと、誰にどんなメッセージを表示するかの設定ですね。プレイヤータブから、イベントの発生源ブロックを持ってきて、これを組み込みましょう。ちなみに、このブロック、ドロップダウンで、他のものも指定できるのですが、この場合、他のものを指定すると、ゲーム内でエラーを吐くのでこのま、までいいと思います。続いて、基本タブから、ストリング型のブロックを持ってきて表示するメッセージの内容を定義しましょう。今回は、ダイヤモンドを使用しましたとでもしましょうか。とりあえず、こんなもんでいいでしょう。完成したら、右下の保存して閉じるをクリックします。元の画面に戻ると、メイン JS のプレビューが表示されてるはずです。これが、完成したスクリプト API のスクリプト。おそらく、そのまま使うことができるはずです。ちなみに、処理ブロックは複数置くことができて、新たに追加ボタンを押して、適当な名前を入力することで、ブロックが追加されます。同じく、編集ボタンを押すことで、編集が可能です。今回は、ちょっと複雑な処理、エメラルドを手に持っているプレイヤーにメッセージを表示するなんてことをやってみましょう。何はともあれ、イベントブロックがないと始まらないので、何かしら選択します。特に該当するものがなければ、常時実行する処理でいいでしょう。続いて、すべてのプレイヤーについて、手に持っているアイテムを判定する機構を作っていきます。
すべてのプレイヤーについて繰り返し処理を実行。if 文を挿入します。各プレイヤーが手に持っているアイテムを判定して制御構文に入れていきましょう。右手に持っているアイテムを判定するブロック、イテムスタックカテゴリーにありました。このイテムスタックの ID を取得するブロックも用意。制御タブより両辺を比較するブロックを取り出して、if 文の中に挿入します。続いて先ほど取り出したブロックを左辺に挿入して、引数の操作したプレイヤーを繰り返し処理で用いる変数プレイヤーに変えておきましょう。これで各プレイヤーが手に持っているアイテムの ID を取得して左辺に入れることができました。右辺にはストリングブロックを挿入してエメラルドを指定します。そこまでできたら最後に処理する内容を定義しましょう。アクションよりメッセージの表示ブロックを持ってきて挿入。引数の一つ目にはループ変数のプレイヤーを指定して、二つ目にはストリングを指定。エメラルドを持っていますとしてみました。JavaScript プレビューも大丈夫そうですね。一旦これで閉じてみます。すると、二つの処理ブロックの内容が最終的なメイン JS プレビューに反映されていることがわかるでしょう。次に、これが正常に動作するか Minecraft 内で確かめてみます。まずは、ビヘイビアパックのフォルダを開きましょう。ビヘイビアパックなど、そもそもアドオン自体がない人は、まずは、こちらの動画を見ることをお勧めします。さて、この中に、スクリプツフォルダを作ります。すでにある場合は、これを開きましょう。さらに、その中に、メイン JS を作って、これを開きます。先ほどのジェネレーターを開いて、下にあるコピーボタンをクリックしましょう。すると、このコードが、そのままクリップボードにコピーされるので、それを、そのままメイン JS 内に貼り付けます。これで、スクリプト API の準備は完了。マインクラフトを起動して、アドオンを有効化し、挙動を確認してみます。すると、ダイヤモンドを持って右クリックしたとき、メッセージが左上に表示されていることがわかると思います。これが、先ほどのスクリプト API の効果ですね。続いて、エメラルドの方も試してみましょう。エメラルドを持った瞬間、メッセージ欄が、エメラルドを持っていますで埋まりました。これ、実用上、無意味に思われるかもしれないですが、例えば、呪いのアイテムを持っていた時に、プレイヤーにダメージを与える、みたいな使い方が考えられるかなと思います。先ほどの処理ブロックですが、ホバーした時に出るゴミ箱マークをクリックすることで削除できます。こんな感じで、割と自由に使えるんじゃないんですかね。さて、他にも紹介したい機能はあるのですが、それらについては、次回の動画で詳しく触れたいと思います。このジェネレーター、作りが適当な部分もあるので、もし、不具合やバグがあったら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それじゃ、次回の動画でお会いしましょう。